見つけるまで帰ってこれない味噌菌探しの旅ということで、今回は大人気の味噌菌を探していきたいと思います。はい、味噌菌探しの旅でございます。本当人気よ今。大人気じゃ、すごいね。ヒカキンさんが作って記念デカ菌記念味噌菌みたいのをいろんなウームの YouTuber に配ってるんだけど、今回も僕らもらいます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。同じ、でも TikTok に見る感じウームじゃない人ももらってたんだよな。何か、あ、もらってるから、バンバン剤とかもらってるから。そうだよな。なんで俺有名だから、有名だから、有名だから、有名だから。俺ら有名じゃないからもらえてないんだけど、今回だから自力で探しに行かないと。味噌菌、味噌菌食いたきゃね。マジまだ見たことないよ。俺一回も食ったことないからね、味噌菌。ない、俺もない。ということで今回味噌菌を探していきたいと思うんですけども、はいはい、ルールは今から、こちらに関東全県が入ってます。はい、と6県入ってるんですけども、うん、はい、まあ、じゃんけんで勝った1人ずつこうくじを引いて、その県が出てくるんで、うん、そちらの県で味噌菌を探して見つけるまで帰ってこれないって帰ってこれない。やばすぎ。やばいよ。え、だってマジ帰ってこれない可能性あるかも。可能性ある。これ怖いのがすごい売れてるじゃん味噌菌。はい、で明日の朝10時再販っていうことは分かってるけど、うん、11時くらいの時点で、うん、帰れないこと確定する可能性ない。ある。その1時間でバーって売れて、その朝11時にはもう夜まで帰れないっていうこと確定するよ、ね、可能性もある。じゃあもう早速引いていきますか。はい、これじゃんけん大事か。勝った順ね。せーの、最初はグーじゃんけんぽい。オッケー、オッケー、全然オッケー。せーの、最初はグーじゃんけんぽい。やったー。俺取れた。俺カッパー。せーの、最終ルージュっぽい。やばい、さあ、やばい、東京取られたら終わる。もうここ、関東のいわゆる南関東引いて、うん、北関東ぶち当てる。そうだ、ね、そうだ、ね、東京、埼玉、神奈川。どれが栃木、群馬、群馬、栃木、うん、茨城。やっば失礼。今思ったけど、失礼だわ。群馬なんてコンビニ1個もねえぞ。でもまだ iPhone8 ぐらいらしいよ。まだ iPhone8 7個ぐらいは受けられない。まだまだそう。じゃあ俺から引くか。はい、ここでヤジがもう遠いところ引いてくれればもうなくなるから。じゃあ行きまーす。頼む、遠いところ引け。待て、ぶっ飛べ、ぶっ飛べ、ぶっ飛べ、ダメ、ぶっ飛べ。僕が僕が行く地域はやばいんじゃない。こちらです。ダン群馬。うわてか違う、これは何が怖いって、うん、その朝10時には群馬にいなきゃいけないって。そうなんですよ。だから寝坊したらおしまい。もう最後でもいいの、前乗り。で、これで現地着いてさ、群馬は明日からです。一泊がして、一泊がして、一泊がして、おじいちゃんが働いてる。それめっちゃおもろいな。出る可能性もあるでしょ。めっちゃおもろいそれ。カバソンが引いたのはこちらです。でん、埼玉。こちらです。ダン、東京。わあ、こちらです。ダン、神奈川。まあ、ということで明日これこちらです、はい、全員。ヤジが群馬、群馬で、カパソンが埼玉で、僕が神奈川で、僕が東京です。はい、待って、俺が一番ヤバいや。ということで明日それぞれ味噌菌を探していきましょう。待ってろ神奈川。それでは探していきましょう。群馬、神奈川、埼玉。はい、ということでヤジでーす。群馬県前橋駅前にいまーす。で、10時から味噌菌発売なんで、今からセブンイレブン探していきたいと思います。じゃあ行きましょう。はい、おはようございます。東京チームターです。よろしくお願いします。現在ね、東京のね、立川というところに来ております。59分になったんで、発売1分前ということで、ちょっとまあコンビニの前で今待機してるんですけど、どうだろうな、マジで売っててほしい。でもなんかここのセブンがどうなのかわかんないですけど、駐車場結構満帆な気がするんですよね。だからワンチャンここ前回とか売ってて、やっぱ今回も入れてるみたいな感じなのかもしれないけど、まあ売ってても買えなきゃ意味ないんで、もうちょいであれなんで、店内ちょっと行ってきたいと思います。かっこいいのかにずっともらず、カズチームです。ちゃんちゃん、肉まん、肉まん。
ということでね、着きました横浜駅です。で、なんとですね、寝坊をしまして、現在の時刻が8時17分、17分遅れちゃったんですけど、一応着いたので一回ね、みんなにちょっと連絡したいと思います。もしもし。はい、お疲れ様です。お疲れー。すいません。どうしたどうした。17分遅刻しました。じゃあじゃあ、お前さ、遅くないってか。そういえばすいません、今着いたのでコンビニまだ見れてなくて。何やってんのマジで。マジ一軒も見てないから早くしてくんないかな、これ。違う、早くしてくんなかったお前のミスだろ。そうだ、あとお前エフェクトやんなよ。早くどんどん発表してってくれ。まあ、とりあえずカズは遅刻と。はい、だから見れてません、まだ。タワー、僕まあ、東京ですからね。東京はどうなの。え、いいですか、発表。いいよ。はい、まあ、この僕が行った店舗にはちゃんと存在してました、みさき。はい、存在してて、で、めっちゃ店の中に行列できてたんですよ。それで、もう飯の方は完売してました。飯の方が完売してた。で、まあ、ラーメンを変えたかですよね。はい。あ、そうだね。頼む、マジで終わんな、お前。買ってきました。1店舗目で。タワーどこなの、東京の。あ、なるほどね。ちょうどいいな。ま、ああ、ちょうどいいわ。今もうこの1分1秒争ってる中で、カズはもう終わったね。ねえ、だから早く。カおめでとう。はい、次。じゃあカッパー聞く。いや、ヤジ聞くわ、先。あ、俺、とりあえずセブンに来ました。で、一応10時から販売予定じゃん。なんですけど、何時から販売するか分かんないらしいです。すいません。あ、ごめんなさい、味噌菌って出るっすか、今日。でもちょっと時間が分かんないですね。あ、まだ届いてないって感じですか。いや、もう詳しいことあんま言えないです。あ、そうなんですね。シークレット。だから多分混雑を避けたのかわかんないんだけど、確かに10時前に並んでる人いたのよ、5人くらいだけど。で、店員さんに聞いたら、ちょっともうこっちから言えませんみたいな、何時から発売するか言えませんみたいな言われてて、で、一番衝撃的だったのが、多分誰も聞かずに並んでたのよ。だから店内で俺が喋ったら全員散ってった。マジ。何時に販売するか分かんないから。じゃあいいですか、私埼玉チーム。はい、私は今東村山にいます。はい、お前東村山は埼玉じゃないよ。あれ埼玉じゃないんだっけ。東村山は埼玉じゃないよ、東京ではギリギリ。そうだ、思い出した、俺10時ぴったりぐらいに起きたんだ。ということで、現在の時刻なんですけども、5月30日の10時3分ですね。10時発売ということで、急げ、やべえ、やばい、急げ、急げ、急げ。ちょっと待って、お前なめんなよ。気合足んなかった、ちょっと朝まで編集してて普通に寝坊した。やっば。うん、いや、足元救われたよね、やっぱ。でもちょっと寝坊2人組は本当になんか見つけないでほしい。いやー、見つけるよ、すぐきっと。でも俺はもう最悪ここ待機してればいいから。まあそうだね、まあそうだな。いやー、ちょっとでもまあまたどうにかなったら用具がするわ。そうだね、とりあえず一旦この段階でまただけ変えたと。ちょっと待って、もう東京当たりすぎ。本当だよ、やばい。じゃあもうとりあえず俺とカズは急ぎたいから、いい、もう終了で。どうしよう、俺暇なんだよね。いいね、俺は
いや、いい、いい、興味ない、興味ない。いや、いい、もうあと俺食えねえし、俺最悪誰かにあげて食ってるの見せてもらうわ、目の前で。もうそれしかないから。それしかないわ、もう尺的に。とりあえず1店舗だけ見に行かせて、本当に。ちょっと、とりあえず見に行ってどうだったかっていうのは、まあ LINE でもいいから、なんか報告していただければ。ああ、そうだね。うん、じゃあまたお疲れ。お疲れ。じゃあな。じゃあな。おーい。はい、ということで、ターだけクリアでーす。ダリー、どうする、待つ、ここで。移動すんのもありだけど、見てみて。だって教えてくんないんだよ、何時からか。最悪別店舗行きます。でもちょっと粘りたいと思う、ここで。あんまリスクは負いたくない、なんせ群馬だから。群馬でリスクを負うってことは夜まで帰れねえのと一緒だから。オッケー、こっから 250m 行けっかな、これ。 250m 先にセブンがあるので、とりあえずそこに行って1店舗目見ていきたいと思います。マジで見つけます。はい、ということで僕は変えたんで、これをちょっと食べていきたいと思います。味噌菌はこのちゃんと売ってんのが初めて見たんで、ちょっとびっくりしてる。てかマジで 5,60 代の方もなんか一緒に並んで買ってたんで、やっぱヒカキンさんの影響力すげえなと思って。じゃあまあとりあえずいただきます。うん、うん、まっ。めっちゃ濃厚ですし、これはうまい、これは売れるわ、そりゃめちゃくちゃうまいもん。いや、やっぱウームの大先輩ありがとうございます。てかそれよりもやばいのが、カッパカズの遅刻で、その味噌菌を舐めてる。俺はだって10時に並んでやっと買えたんだからね。あいつら多分もう今日は買えないっすよ、多分。かわいそうに。ご愁傷様です。まあね、ヤジはね、まあまあ群馬まで朝行ってるんで、ちょっとまあ頑張ってくれたらいいんじゃないかなって感じ、俺からしたらね。うん、まあまあ今日は俺は勝ち組ですわ。まあ、こうやって朝一で帰っちゃったんで、もう今日は僕オフなんでね。もうじゃあまあこれを食べて今日は優雅に過ごしていきたいと思います。それじゃあお疲れ様でした。まさかの寝坊するとは思わなかったですね、本当に。先ほどね、皆さんと電話してから今ちょっと埼玉の方に向かっております。本日は急ぎでやらなくちゃいけない編集がありまして、本日5月30日なんですけども、明日人気投票の動画が上がるんですよ。そちらの動画をちょっとね、朝まで編集してたらなんと寝坊してしまいましたと。まあ、ただね、その俺が人気投票の動画を編集しててすごい思ったことがあって、前回一応私カパ村長5位だったじゃないですか。今回なんと3位まで上がることができまして、本当にこれは皆さんの投票のおかげなので感謝しております。でね、タートも2位のタートも60票ぐらいの差でしかなかったんですよ。って考えた時に、ちょっともうちょっと頑張れば2位狙えるなと思って、いや、なんならその数との差も300ぐらいだったかなって考えたら、本当にちょっと1位を狙いたいなと思ってきて、だから今後ちょっと、まあ、4人で活動するのはもちろんのこと、ちょっと1人の活動も TikTok 改めて続けていきたいなと思ってますね。そこでちょっとちゃんといつか1位を取りたいなっていうのが俺の今後の目標になりましたね。で、あとその投票で結構ファンからの投票も嬉しかったですけど、さりげなくね、ヤジとカズが俺に投票してくれたみたいな言ってて、動画内でね、それって一番嬉しいなと思った。まあ、今後もね、まあファンの方からだけじゃなくて、こうメンバーからもね、必要とされる存在になれればなって思いますね。とか言いつつこの企画寝坊しちゃってますけど。まあ今後入れ替わり多分あると思うんで、今後のね投票もお楽しみにしてもらえればなと思います。ということで、もうちょっとしたら埼玉入るので、埼玉入り次第、ちょっと近くにあるコンビニ、まあ、セブンしかないらしいんでね、セブンを回っていきたいと思います。ということで、車走らせていきましょう。はい、ということで、
ちょっとリスクを負ってなんですけど、さすがにまだ販売してなかったんで違う店舗来ました。別のセブン、ここに溝金があるのか見ていきたいと思います。これですカップ麺コーナー、カップ麺コーナー、溝金、溝金、え、ない、ない、どっか目立つとこ、どっか目立つとこにある、ないかも。はい、ということで、2店舗目のセブンに来ましたが、こちらのセブンございました、味噌キン。ということで、僕は自由の身です。せっかくだからカズくんに連絡してみようかな、ちょっとね。はい、もしもし。あ、もしもし、ちょっと画像送ったんだけどさ。はい、これって味噌菌？あれ違うわ。違う？うん。あ、これ買わない方がいいやつ？これ絶対違う。あ、絶対違う？右上にさ、一人一個までって書いてあるけどさ、弟いるから二つ買わなきゃだよ。え、どういうこと？二つ買えなきゃダメだよ。二つ買えなきゃ終われないってこと？そう、一人一個までだからね。ってことはこれ味噌菌ってこと？あ、違う。え、どういうこと？これを二つ買わなきゃダメってことでしょ？これ偽菌だ。じゃあこれは買わない方がいいってことね。多分買わない方がいいかもな。うわー、なんだよ。じゃあちょっともう俺これやめるわ、買うの。あ、これマジやめた方がいいと思う。じゃあ俺ちょっとまだ帰れないわ。帰れないっていうか本当にまず、ま、見つけた方がいいよマジで。ちょっと俺もう違う店舗行くね、また探してみるわ。はい、よろしく。じゃあね、ありがとう。はい、帰ったので僕は帰ります。楽しい群馬生活でした、ありがとうございました。味噌菌、しっかり堪能したいと思います。ありがとうね、バイバイ。プー。はい、ということでね、ヤジに嘘をついて味噌菌買うことができました。これ、食べれないので、カップ麺がね、1年禁止なんで親とかにあげようかなと思います。じゃあ、無事買えたので落とした。さて、あるのでしょうか。そして、あるとしたらどこにあるのでしょうか。来たー、味噌汁に来たー。ガチか。え、レジ前に結構あった。はい、ということで無事味噌菌ゲットしました。初味噌菌、せっかくなんで食べたいと思いますと思ってもうお湯入れてきてますね。ただカズとヤジから LINE で連絡入ったんですけど、あいつらはもう見つけたらしいですね。俺が最後に発見したことになりました。ただ現在の時刻が11時21分なんで、意外と1時間半遅れでも手に入るってことが分かりましたね。木曜の土平日なんで、もしかしたら社会人の方とか学生とかが買えない時間帯に再販したから余ってるって可能性もありそうですね。うーわ、ガチか。見れる？垂れる？それる？何？見、いや、見せない。ちょ、一回インサート撮ります。しっかりカップラーメンだけど具が入ってる。ただ、正直なところを言いますと、ちょっと値段300円だったんで、ちょっとだけ高いかなっていう感じがしたっすね。でも最近のカップラーメンってシンプル高くなってきてるよね。ということで、じゃあ人生初味噌菌いただきます。うまっ。え、これ確かにうまいわ。あ、うまいわこれ。先輩だからとかもう完全に忖度なしで普通に美味しい。これやばい、マジで。たまにしか味噌系のカップラーメン食わないけど、味噌系のカップラーメンの方が一番うまいかもしれない。ちょっとなんか嬉しい気分になるわ。この朝からさ、こう味噌菌をさ販売と同時に探しに行くみたいな感じで、それでこれ食えるって結構幸せだわ。カズはカップラーメン食えないからさ。おおおお。
おお。はい、ということで完食しました。ちょっと中見れないんですけどね。我々が想定してたよりも早く全員見つけることができてしまいました。全員結局1店舗で見つけちゃってますからね。意外とやっぱ3回目の再販なのかな。3回目の再販だったら、あとこの土平日っていうのもあったけど一発目で見つかるということが分かりました。まあ、ぜひ皆さんもね、今この動画が上がってる頃にはもしかしたら味噌菌売ってないかもしれないですけど、まだ売ってあったらぜひ美味しいので食べてみてください。ということで以上、スクワットの味噌菌探しの旅でした。バイバーイ。